な。すげえ強さだ。ベジータ倒しちまうなんて。ベジータ選手、キャベ選手、共にダウン。第7宇宙のモナカ選手、どうぞ入場してください。まずい、モナカ出番だぞ。おめえ、オラたちの宇宙で一番強いんだろ。オラ楽しみにしてたんだ。激しい戦いを見て気絶してますね。事情は知らんが1対1になっている。そっちの宇宙のサイヤ人は刺激が多い。上には上がいるということを知らんだし、まったく俺も甘くなるから。僕いいからお前が出ろ。モナカは絶対に最後だ。なんでだよ、やけにモナカが最後っちゅうのにこだわるんだな。当然だ、なんせとっておきは最後にしておいた方が盛り上がるからな。もう向こうは最後の一人じゃねえか。このまま終わったら盛り上がるよ。それならそれでいい。やめろ、何しやがったんだ。さらに気が引くであったぞ。成長だ。この短い時間でこれほどまっとうに成長した。次はしません。うるさい、いいんだよ。まだ終わってねえ。いや、ビルス様、風邪ですか？そんなに一回の噂でもしてるのかね。今度破壊しに行く。俺の敵飛ばしを破る。よかろう。お前が強くなれば、俺はもっと強くなってるぞ。この果てのない競り合い、どこまでお前たちに付き合えるのか確かめたかった。仕方ねえな。いずれビル様とやるときのために、あんだけ磨いていこうと思ってた。
これがオラの奥行きさ。あれを僕の相手に使おうとしてる。おや、ちょっとやばいかも、なんて思ったりしてます。そんなはずがあるか。よーし、あいつを倒せばいい。ここまで引っかき回しておいて負けたりなんかしたら、敵の巣もろとも破壊するぞ。どうして、まだまだね。少しはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。場外、場外です。おい、お前何してるんだ。破壊されたいのか。また君か。なんだ、どういうつもりだ。実はその子は助っ人じゃなくてタイムパトロールに夢中でして。ああ、なるほど、そういうことでしたか。任務完了しましたので、もう帰らせます。あとはお任せしますね。そんなの関係ない。
あと少しで勝てるってのに。そうは言っても、もう場外に出ちゃってますからね。何何？ビルスったらひょっとして怒ってる？怒ってるの？ビルス様、抑えて抑えて。お仕事ご苦労だったな。ナイスファイトだったぞ。うん、騒がしいやつだ。そう言うなよ。あいつもあいつで頑張ってんだからよ。ほう、買っているんだな。まあな。お疲れ様。なんとか元通りにできたわね。悟空さんの乱入には驚きましたけど、どうにか元の展開に戻せましたね。あの後試合は無事に第七宇宙のメンバーが勝利して終わりましたよ。いやー、第六宇宙のメンバーもすごかったの。もうヒヤヒヤしたわい。でもああやって世界中から選手を集めて試合をするっていうのも面白そうよね。私たちもいろんな時代の選手を集めて格闘試合を開催してみましょうか。バカモン、やったらいかんぞ。歴史がめちゃくちゃになってしまうじゃろうが。何よケチ。キスとは何じゃ。でも今回の歴史改変はどこか妙じゃなかったですか。悟空さんを不参加にして対戦相手を変え、混乱が収まりかけたら他のメンバーを乱入させて、まるで誰かが意図的に歴史を変えようとしていたような。気のせいならいいのですが。